俺がこのガキにマスコット作ってやったんだ。こいつの友達や母親分合わせ8個だ。言っとくがな。かわいすぎて。休止すっぞ。もうダメだ。セリフ読む前に笑っちゃったよ。はい、皆さんこんにちは。もう今年も残り5ヶ月という事実を受け止めきれない達也です。早くない ?8 月ですよ。8、9、10、11、12でしょ。もう8月はね、お盆休みであっという間だと思うし、9月はね、シルバーウィークであっという間だと思うし、なんか10月はとりあえずあっという間だし、11月もね、なんかとりあえずあっという間で、12月はね、なんかリア充のイベントがいっぱいあってね、あっという間ですね。早口。ということで、悲しくバイトするか。ということで、今日もマーラ様を携えて、1万円もらいに来ました。バイトしろや。今日はね、でも特にね、うん、深まらないんで。はい、帰る帰る。いやー、割のいいバイトだぜ。12月14日。どうも。あ、おはようございます。この頃、よく会いますね。足立の言葉、覚えてますか？この街は今年の暮れ近く、霧の中に消えるって。人がさらわれているわけじゃないですか。今回も、非言は意識すべきかもしれません。あ、なるほど。期限じゃなくて非言ね。準備も大切ですが、急いだ方がいいでしょう。非言ユーの頭の中が俺と同じクエスチョンマーク浮かんでたわ。どの日かまではさすがに。天気が鍵かとも考えましたが、今では毎日が霧のようなものですし、確かに。ただ、足立の言葉が全て本当なら、今回は全ての人の命がかかっています。止めましょう。なんとしても。そうだね。全員の命って言われると重いな。楽しく田舎町で騒いで遊んでただけなのに、いつの間にか全人類の命を背負っている主人公。教室がざわついている。どうした？ねえねえ、聞いた？この霧で倒れた人がいるんだって。あ、聞いた。3丁目の誰かが倒れたとか。でもさ、原因がわからないんでしょ？じゃあ考えても仕方ないじゃん。それよりガスマスクだって。なんかみんなその話してない？ちょっと、みんなうるさいわよ。授業をしなきゃいけないんだから静かにしなさい。ざわつきは収まらない。そういえば俺、柏木見た瞬間なんかモロキンと同じように死にそうだなって思ったけど、ちゃんと生きてるなあいつ。じゃあ今日はチース。今日は漢字かな。うん、久々にちょっと出かけですか。どうも空回りつうか焦っちまうみてえな。よし、じゃあ過ごす。うっすうっす。じゃあ飯食いませんか。しゃーねーな、おごってやるよ。アイヤでいいか。お、本当にアイヤだ。里中先輩が前言ってたんすけど、ここ肉丼ってのがうまいらしいっすね。さすがあの人の肉魂には。あ、やばい、職質されてる。あ、やばい。あ、 BGM 止まった。辰巳感じたな。ちょっと聞きたいことがある。は？こっちにはねえよ。お前いいからちょっと来い。え？任意同行には見えないが、かっこいい。さすが警察官もね、おじり持ってるだけあるよ。先輩、かっこいいっす。かっこいいよな。実際問題、こんなの言われたら、一生ついてきますってなるよね。お前は最近、辰巳とよく一緒に見る顔だな。そうか、お仲間ってわけか。いや、覚えとけ、この顔。もう言うぞ、良太郎に。お前らよりも上の立場だろ、多分。そうだそうだ、俺とつるんでっから何だってんだ。あ、この辺りで学生グループによる恐喝事件が多発してるのは知ってるな。高台並びに鮫川土手でお前らが少年を脅してると通報があってな。お前らが脅してる？あ、何、あの人形をプレゼントした少年のこと。まあ確かに銀髪と金髪に囲まれてたら脅されてるように見えるかもしれないな。私？少年？ああ、あいつか。ふん、認めるってわけか。その様子じゃ罪の意識もないらしいな。ただ親切にしただけですよ。誤解です。じゃあ何してたか言ってみろ。おう、詳細を言ってやれ漢字。それは、いやいやいや漢字、いいじゃん、お人形渡しましたでいいじゃん。
ハンジは言いにくそうにしている。ダメダメ、ともかく二人とも署まで来てもらおうか。やめろ、先輩は関係ねえかな。あ、いいところに来た。あ、おじちゃんとお兄ちゃん何やってるの。君、こいつらと知り合いかい。よかったらどういう知り合いか聞かせてくれないかな。このお兄ちゃんたち、おじさんに嘘ついてるみたいなんだ。嘘ついてないだろ。おい、ガキに何勝手に言ってんだよ。てめえそれとも警察か。本当だ本当だ。坊や、この男に何か頼まれたりしなかった。お小遣いなくして困ってるとか。いや、なくしたのは人形だけどな。おじちゃん、お小遣いなくしたの。じゃあやっぱりお金もらってよ。あー、え、ちょ、あ、誤解される、少年。やっぱり、やっぱりか。違う。でも今日はね、お母さんからのお礼でね、クッキー届けに来たんだ。ほら、聞け。そんなさ、カツアゲされてる少年がさ、クッキーですって持ってくるわけないだろ。こっそり辰巳屋に置いとこうと思ったのに会っちゃった。お礼って何のお礼だい。あのね、ウサギと猫とね、あといっぱいマスコットを作ってくれたんだ。いいぞ少年。おじちゃんすっごい上手なんだ。マスコット、この辰巳がか。急に IQ 低くなる警察官。アホらしい、そんなこと信じろって言うんじゃないだろうな。漢字言ってやれ、趣味だって。サンキュース。分かってんよ先輩。漢字は力強くうなずいた。いいかてめえら、嘘なんかかけらもねえよ。俺がこのガキにマスコット作ってやったんだ。こいつの友達や母親分合わせ8個だ。言っとくがな。かわいすぎて休止すっぞ。もうダメだ、セリフ読む前に笑っちゃったよ。なんなら作り方でも教えてやろうか。あー、手取り足取りだ。なんだと、似合わねえっつんだろ。笑いたけ笑え、クソが。俺は構わねえよ、指刺されるなんさ、とうに慣れてるしよ。それに何より、この坊主や先輩を嘘つきにするわけにはいかねえだろうが。漢字、つーか左の、てめえボタン取りかかってんだよ。すげえ、こんな理不尽な取り調べ受けてる時にもボタン取りかかってんなって気にしてたんだ。縫い直すぞこら。どんな脅迫文。あ、お母さん。あら、おまわりさん、漢字に何かご用ですの。あ、いえ、この辺りで最近恐喝事件が多発してまして。漢字は関係ありませんわよ。お袋、この子はそんなこと絶対しませんよ。頭は悪いし手が早いですけど、誰より優しくて強い子です。この間も自作のマスコットを見せてきて、商売の足しに店に並べたらどうかって。優しい。キュンしそう。辰巳漢字という存在にキュンしそうだわ。ちょ、バーバー何言ってんだよ。失礼しました。それでは我々はこれで。二度とつらみせんな。お袋、警察より俺を信じんのか。あんたはそんなことしない、母親だもの、知ってるわよ。じゃ、夕飯の支度しなきゃね。あいやなんかで食べないで帰りなさいよ。あいやなんかって言われてる。俺、おじちゃん泣いてるの。あ、青か、泣いてなんかねっつんだよ。俺はな、目から鼻水漏れてんだよ、カビで。病院へ。だとしたら処方してもらえ。感染すぞこら。いやいや、脅迫よ。漢字は一回り大きくなったようだ。漢字との絆がまた少し深まった気がした。あー、めっちゃいいなこのコミュー。笑いあり涙ありだったわマジで。よし、漢字の心の成長がペルソナにも影響を及ぼす。いいね。あー、 HP 回復か。一旦これいっか。よし、先輩、今なんかうまく言えねえから。くそ、止まんねえよ鼻水が。あ、漢字号泣してんじゃん。漢字が落ち着くのを見届けてから家に帰った。うわ、めちゃくちゃいいな。もう漢字と陽介選べないな。
どちらも最高だな。じゃあ病院の清掃でも行くか。よし、そろそろだな。6500円、割に合わないな。やっぱあれかな、マーラ様を連れて行かないから1万円もらえないのかな。違う、話し声が聞こえる。僕さ、見えちゃったんだよね、真夜中テレビで。この霧の中から黒っぽい怪物がわらわら出てきて街を埋め尽くすんだ。街中そいつらだらけになって、霧を吸った人間も次々と。最後に映ってた人の顔がなんか僕そっくりで、そして言うんだよ、お前だー。はい、ごめんなさい。やばいよ、気持ち悪いよ。どうしたらいいんだろう。みんなが怪物に？それすごくねえか？みんなが怪物になっちまうなんてすげえ。あー、頭悪そうだな。なんかの番組みたいじゃん。どんな気分なんだろうな。え？どんな気分？あ、でもみんな一緒になってたもんな。それだったらいいかも。よくねえよ。みんな一緒に変わるんだったら今までと変わらないもんな。やべえな、こいつら。なんか悩んでるのがバカらしくなってきた。なんか、ここの街全体明るいよね、みんな。週末思想になりきれないよね。さあ、今日は誰だ？おう、ユミちゃん。おっす。おい、もう惚れてるじゃん。今日部活出る？私も久々に出ようと思って。ああ、もうフラグだわ。完全に、俺には他に特別になった異性がいるはずだ、みたいな。注意書き絶対来るじゃん。来れたら来てね。じゃ。ユミはまだ元気がないようだ。うん。さあさあさあ、何しよっかな。今日の授業が終わったと。直樹、久しぶりだな。なんか久しぶりに直樹と話したくなったわ。うん。過ごす、はい、いいっすよ。稲葉通り商店街惣菜大学、家の手伝いが終わったという直樹とやってきた。ここも霧に覆われている。したら佐藤遅刻の言い訳で、向かい風が強かったのでとか言い出して、面白い言い訳。先生めっちゃ怒って、よしわかった、全員目をつぶれとか言って説教しだしたんですけど、なんで目をつぶるのか分かんなくて、説教聞きながらクラス全体が変な雰囲気になって、したら先生授業始めちゃって、この問題解けるやつ、はい佐藤、いや見えません。あ、面白いな。で先生怒って辞書になったんですよ。理不尽。理不尽な先生だな。直樹の話面白いじゃん。直樹は楽しそうに笑っている。うん、まあここはアメリカンジョークの一つや二つかましてやるか。ウィットに飛んだアメリカンジョークを披露した。わ、笑うとこ今の。すっげえ理解できないですね、感覚の違い。直樹は感心している。なんか笑ったの久々かも。直樹の表情は柔らかい。ん？お前ら余計なこと言うなよ。なんか余計なこと言いそうじゃない？あ、ほら出た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 。お前らはそうやって人の噂ばっかり。自分のことに目を向けろ。ヘイとか溜まってる。あの子ほら、酒屋さんの小西さんとこの男の子でしょ。殺されちゃってね、かわいそうにね。テレビで霊能力者が言ってたわよ、先祖が罪を犯したとかって。クソみたいな霊能力者だな。方角が悪いって聞いたことあるわ。悪いのはお前の頭の中だろ。でもあの子は元気そうね。普通悲しんでるものだと思うけど、殺されてどんだけ経つと思ってんだ。ずっと悲しい顔しなきゃいけないのか。冷たい。はあ、カッチーンカッチーンですよ。ムカつくな、こいつら。歳の近いして兄弟だと仲良くもないのよ、うちだってね。うーわ、こんなこと言われんの。好き勝手言いやがってよ、直樹。あいつらにウィットに飛んだアメリカンジョーク披露してくる？直樹は唇を固く結んでいる。文句、ちょっと文句言ってこようぜ。うん。いいっす。鳴神さんがわざわざそんな、少し嬉しそうだ。いや
自分のことで怒ってくれる人って嬉しいよね。いつもああいう監視の目があるんすよ。もう慣れましたけど。俺が被害者面してないと満足しないみたいで。直樹、たとえ直樹がずっと被害者面しててもずっとかわいそうね。いつまであんな顔してるのかしらね。もう半年も経つのにね。新規臭くなるわとかなんかね、勝手なこと言うんだよあいつらって。本当にだから今日みたいにくだらねえ話とか笑ったりとか久々で楽しい。直樹は嬉しそうに微笑んだ。直樹との仲がまた少し深まった気がした。いやーランク3 全然やってないな。けどちょっと直樹のやつ楽しそうだな。すみません、なんかまずくなっちゃって帰りますか。まあ直樹はマジで全く悪くないんだけどな。夜家庭教師のアルバイト。じゃあさーてと、じゃあ今日も1万円携えてマーラ様もらいに行くか。逆逆週の勉強を見た。こんな感じかな。同じ意味の文になるよう、He is good at と分かりやすいように工夫して教えた。伝達力が高まった。てて先生、外国人は物を考えるときも自分とこの言語で考えてるんですよね。変なの。ポールは肩をすくめている。今度学校で創立記念祭があるんですよ。でクラスで出し物やることになって、女子とか騒いでて、おおいいじゃん、女装って言っちゃった。女装コンテストおすすめだよ、盛り上がるし。うん。うん、トラウマにはなるかもしんないけど。はあ。どうした？めんどくさいのか？すごく、ね。全員バカですよ。まあ、そういう時期だよね。先生も前はそう思ってて、今はそう思わないってこと？そんなものかな。シューは首をひねっている。学校はそんなだし、家に帰ればお母さんがいる。あなたは優秀なんだから、あなたなら一番取れるから。お母さん、あなたが自慢なの。自慢の子供なの。でも僕は。シューは苦しそうな顔をしている。先生はお金もらえるからここに来てるんだよね。え？俺の声聞こえてた？マーラ様携えて1万円もらいに来ましたって。聞こえてたのかな？申し訳ないな。事実だけど。まあ、それもあるよ。それ以外もある？ケーキだったりして。シューは笑っている。今まで学校と家しかなかったんで、先生来るの結構楽しみです。どうやらシューに心を開かれているようだ。なんか、あれだな。シューに友達作ってやりてえな。うちのあの、リア充軍団の中に来る？居心地悪そうだけど。ランク6、まだ6か。もう少し教えてもらえますか。しゃあねえな。次回もお願いします。おう、1万円用意しとけよ。最低。12月16日。おはようございます。あ、おはざーす。いよいよ最後の戦いだね。なんかね、最近こっちに来るって決めた時のことよく思い出す。静かに自分を見つめ直そうみたいに思ってこっち来たのに。でも後悔なんてしてないよ。よかった、先輩たちと会えて。必ず勝とう。もちろん私たちしか戦えないのに負けらんないでしょ。頑張ろう先輩。私も最後まで精一杯サポートする。七子ちゃんにいい報告聞かせてあげよう。けどなー、足立のことは言いづらいよな。昼休み。さあ今日は誰だ、誰だ誰だ。おお、直樹。鳴神さん、今日時間あります？暇だったら人間うちの酒屋のとこいると思うんで。ちょっとじゃあ直樹のやつ面白かったからもう一回行ってみようかな。最近ね、なんかほとんど同じ人のコミュしかやってないからね。
教室がざわついている。どうした？もうガスマスク買っちゃったの？いくらぐらいだった？親に買ってもらったからわかんね。でもこれでもう大丈夫だな。なんでも風邪をひきやすい体質だと具合が悪くなる可能性が上がるんだってよ。嘘、どうしよう。私風邪ひきやすいんだけど。シャーラップこら、話ばっかりしてないで、授業だぞ。この霧は50年に一度は来る自然のサイクルなんだから仕方ないだろ。あのテレビで言ってただろ。たく、みんなしっかりしろよ。ざわつけ収まらない。50年に一度ね。50年前何があったんだろう。今日の授業が終わった。暮れ近く霧がこの世界を飲み込むというのは本当だろうか。よし、直樹のとこ行こう。あ、どうも。お待たせ。直樹は暇なようだ。うん、なんかこういう後輩も可愛いよね。すごそう。はい、これから中華行きませんか。てか直樹って漢字とリセチ世代だよね。あ、また余計なこと言うぞこいつ。直樹くん、学校帰り？ダメよ、こんなとこで寄り道しちゃ。あなたまでフラフラ遊んでたらご両親に心配かけると思わない？余計なお世話だ、バカ野郎ほんと余計なお世話じゃない。酒屋さんのお手伝いしないの？お父さん大変そうじゃないの？はあ、はあじゃないわよ。お姉ちゃんがあんなことになって大変なのはわかるけど、今こそ家族の力を合わせなきゃ。そうでしょう。まあ100歩譲って、この人が小さい頃からナオキとね親しくてみたいなね、もう家族付き合いしてて頼れる人だったら言ってもいいかもしんないけど、通りすがりの主婦だからな言われる筋合いないな。あら、直樹くんのために言ってるのにその態度はないんじゃない。直樹は辛そうだ。おばさんに口答えしようぜ行け。いいです。鳴上さん、直樹は困ったようだが少し嬉しそうだ。それじゃあおばさん行くわね。直樹くんしっかりね、二度とその面見せんじゃねえぞ。すんません、なんか変な空気にしちゃって。忘れよ。はい、ま、慣れてますし。直樹は肩をすくめた。一人だったら困ってましたね。うち商売やってるから近所付き合いあるし、怒鳴ったりできないんで。あー、確かにな。それはちょっと俺の行動がね、良くなかったね。確かにな。ここで怒鳴ったりとかねしてしまったらお店の評判が良くなくなっちゃうからね。ありがとうございました。直樹の辛さを少し分かった気がする。うわ、直樹コミュいいな。ランク4、サクサク上がんないかな。すみません、今日は帰ります。あ、いや、寄らないの？飯今度で。じゃあまた。どの世界にもいるよな、ああいうおせっかいな人。じゃあ病院行くかごめんね、ここ数日話が一切進まずひたすらコミュやってるけど。ああ、君、ここはもういいわ。ちょっと使うから清掃道具片付けてくれる？休館？上原さんってナースが倒れちゃってね。え？おい、今ちょっと普通に読んじゃったけど、さよこさんじゃん。とりあえず寝かせようって思ったんだけど、仮眠室はドクターが占領してるから。ドクター？過労みたいだけどって内緒よ。監査でも来たら厄介だから。ほら、手伝って。さよこは注射を打たれベッドに寝かされた。余計なことしてくれちゃって、ちょっとふらついただけだっつーの。過労だって？厄介払い込みでしょ。私がいると空気が重いから。はあ、天敵じゃないだけよかったわ。よいしょ。もう行くわね。え、大丈夫？もうちょっと休んでった方がいいんじゃないの？さよこはまだ働く気のようだ。どうしようか。医者の不要生だね。それで人を助けられるのか。まあ、一人で抱え込むなよ。何よ、子供のくせに偉そうなのよ。だって私は誰かの命を救うことができるかもしれない。だったらなりふり構わずやれるだけやらなきゃ。そうじゃなきゃ
あの子に顔向けできないじゃない。なんか、ファイブのタエちゃんも思い出すな。あの子がそれを望んでるのか？あの子が望んでる？当然じゃない。ああ、そっか、私のためだったんだ。私が楽になりたかったんだ。逃げたくて、ただ頑張ってただけなんだ。そっか。バカだわ。さやこは涙をこらえているようだ。わかった。うん、わかった。ありがとう。さやこは笑おうとしている。さやこの支えになれた気がする。やっと気づいてくれたんだね。とかもうランク9じゃん。もう次マックスじゃん。ナースコミのランクが9に上がった。私少しだけ休んでいくから、もう行って。見ないで。さやこと別れ、家に帰ることにした。6500円。もうダメだ、なんか割に合わねえなって毎回思っちゃう。台無し。いい話が台無しなんよ。話し声が聞こえる。何今日は？今日もすげえ霧だな。こりゃ部活は今日も無理だろうな。前は部活しねえと学校の意味ねえって思ってたけど、当たり前になってきたな。意外と部活がない方がいろいろ気にしなくてもいいから楽じゃね。あー、いっそ晴れるな。ずっとこのままでいてくれ霧。あ、それわかります。隣の人の顔も見えないくらいの霧って、話してる時反応気にしなくていいですもんね。見えなかったら何もないと同じだし、何言っても大丈夫って感じしません？あー、わかるわかる。他人とかどうでもよくなるよな。前はいろいろ気にしてたけど、今は全然気にしなくていいんだもんな。こういうのって初めてだけど、悪くねえよな。なんか霧は濃くなってるけど、人間環境薄くなってるな。言うとりますけども。最近冬の空が見れんで落ち込んでたけど、この霧空もおつかもしれんな。本当かよ。何も見えへん。それにも良さがある。人の顔が見えなくてもええもんやな。なんか先生、この霧のことを好きになってきた気がするわ。おっと、おいじゃあ授業を始めようか。今日はことわざをやるっぺ。情けは人のためならずの意味を知っとるけ。おい、里中っち。なるかみくん聞いてなかったんだけど、助けて、なるかみくん、助けて。ねえ、なるかみくん。やんでれ。やんでれ、ちえちゃん。情けをかけるのは人のためになる。違う。情けをかけるのは人のためにならない。これ。情けをかけるのは人のためではない。あ、何それ、どういうこと？これだと思ってたけど、なんかこれもそれっぽいな。こっち。うん。そうなんだ。これから、なるかみっち。あー、違った。じゃあ勘違いしてたわ。情けをかけるのは人のためではないが正解なんよ。なんで情けをかけるのは人のためではないのかっちゅうと、あれ俺それ選ばなかった？あれあれ俺選択肢なんか違った意味で読んでたかな。ちょっと後で自分で見直そう。かけた情けはいずれ巡って自分に返るから、誰にでも親切にした方がいいってことだって。情けをかけるのは人のためにならないって間違って覚えてる人が多いんだね。注意だってよ。ああ、だから間違えてんのそれ。これあれ振り返りってどうやってやるんだっけ。あ、出た。ちょっとごめんね。情けをかけるのは人のためではない。あー、なるほど。情けをかけることによって巡り巡って自分のためになるよって、そういうことなんだ。確かに間違えて覚えてたわ。なるかみくんに聞いたのバレちゃったか。ごめんね、隣だからね。後で謝ろう。何を？浮気してること？浮気してることは謝った方がいいと思うな。今日の授業が終わった。よし、じゃあ今日はここまでにしよっかな。一応ね、まあ次回くらいまでコムやって、まあそっからはちょっと話を進めに行こうかなと思ってます。まあ収録時間によってはね、次回いきなりもう足立をね倒しに行くかもしれないんですけど、もうちょっとだけお付き合いください。いやー、それにしても今日はまだちょっとまだね、若干声かすれてるんですけど、今日はここ最近で一番喉の調子が良かったな。なんかね、楽しかった。喋れるって楽しいなって。
実況って楽しいな、収録って楽しいなって改めて、うん、失ってから気づいております。はいはいということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメント、チャンネル登録と高評価とコメント、チャンネル登録とバイバーイ。